こんにちは、激花のフリダです。今日はこちら、わかるこれ、ブライダルベール。ほら、ちっちゃいお花も咲いてるよということで、懐かしいこのブライダルベールのお話をしていきたいと思います。ブライダルベールって結構古くからね、古くからって言っても十数年前、15、6年前、まあすごい流行ったお花なんですけど、その頃からガーデニングをしている方ならまあご存知かなとは思うんですけども、このブライダルベール、葉っぱの裏がね、紫なんですよ。これ見てください。これ緑でしょ、これ緑でしょ、でもね、葉っぱの裏がね、紫なんですよ。ほら、わかるかな、紫色をしています。まあ本当にね、綺麗なお花なんですけどね。で、このブライダルベール、室内でね、楽しまれる方結構多いと思うんですけども、実はですね、この観葉植物として育てても全然いいんですが、外で育てた方がですね、実はすっごいもりもり育つんですよ。で、花もやっぱりたくさん咲きます。でね、このブライダルベール、実はどんどん育てていくと、もうね、1m50ぐらい、ブワーッとこう、わーっとしだれていくんですね。で、このしだれていく様子が花嫁のベールに似ているから、ブライダルベールっていう名前がついたんです。なので、ポットで買ってきたとしても、ぜひですね、おしゃれに言うとハンギングね、普通の言い方すると釣り鉢です。釣り鉢で植え替えていただいて、楽しんでいただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、とにかくね、これ昔からあって、育て方なんかもある程度確立されているものですので、かなりおすすめのお花の一つになります。こうやってね、もりもり育てるのも比較的楽ですね。あ、紫、こっちから見るとわかるか。ね、すごい綺麗でしょ。ね、これです。今日ね、お話しするのは、株選び、置き場所、植え付け方、土選び、水やり、肥料、植え替え、病害虫、冬越しということで、もうこれ、フルラインナップですよ、フルラインナップ。ですけども、まあ、ちょっと駆け足でね、そんなに難しいお花じゃないんで、簡単に説明をしていきたいと思いますので、ぜひね、このブライダルベール気になった方は、最後まで見ていただければと思います。では行きましょう。ということで、株選び、もう単純です。このモリモリの株を選んでください、モリモリの株。こういうね、モリモリの株。森の実のね、綺麗な株で、花が上がってる上がってないは季節によって変わります。春先に売ってる株だとね、花が上がってないパターン結構多いですね。葉っぱだけのものがありますけども、肥料やったりとか日当たりいいところに置くだけで花は上がってきますので、花があるなしはあんまりね関係なく、株の充実度合いで見ていただければと思います。で、これね、鉢植え、基本鉢植えがいいんですよ。冬越しもできて毎年咲いてくれるので、鉢植えがいいです。で、鉢植えするときの、置き場所なんですが、東向きの場所、もしくは南向きの場所。春、秋は南向き。で、真夏ね、真夏だけ東向きの方がいいかなっていうふうに思います。まあ、基本ね、西日あんまり好きじゃないんですね。なので、西日には当たらない方が株もいい状態になると思います。で、冬場の置き場所は軒下。これがいいですね。室内で越冬させるのもありなんですけども、できれば外で冬越しできた方が楽ですよね。まあ、その辺はちょっと冬越しのところでお話ししたいと思います。あとね、風通し、これやっぱり株が密になるんで、風通しのいい場所で管理していただけるといいと思います。育てるのは風通しのいい場所ですね。で、植え付け方なんですが、じゃあその前に行ってみましょう。根っこチェック行ってみたいと思います。もうね、これ持った感じからしてね、根がギュギュな感じします。もう普通に硬いです、こうやってね持つと。で、まあ、これだけ株が、おほほ、これだけ株が充実していると、根っこもすげえことになっております。すごいね、これ。すごいね。ビンビンです。で、これぐらいもうなんか、細い根っこから太い根っこまでしっかり出てますので、これはですね、十文字切りっていうね、テクニックを使うんですけども、難しくないです。とても簡単です。鉢底を十文字に切るだけ、いきますよ。ね、ザクザクとハサミを入れていただいて、十文字に切っていただきます。土も落ちますけどね。十文字に切っていただいて、こっち側の根っこをピリ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 と剥がしていきます。切るイメージ、ピリ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 って、ね、切ってください。バサッと。これで OK です。これで植え付けます。
で植え付ける時の土なんですけども、まあ、土の話ちょっといきますね。水はけのいい土がいいですね。水はけのいい土で、なおかつ腐葉土とかが混じってるような土がいいので、いつも通りなんですけども、これは、20リッターで1000円以上の培養土、これが理想です。いわゆる腐葉土が、必要な植物とそうじゃない植物とあるんですけども、観葉植物のような植物は腐葉土あんまりいらないんですね。だけどもこういったね、あのもうもりもり育っていくっていうようなものに関しては腐葉土が欲しいので、できれば、培養土使っていただけるといいと思います。で、安い培養土はね、やっぱりね、良くない。良くないです。完熟してないんですよ。完熟してないので、馴染みが悪い。なので、高い培養土を使っていただけるといいと思います。もしくは、こちらですね。膨らむ培養土。これですね。これもう 100% 腐葉土みたいなもんですよ。土は一切使ってません。ヤシガラとか、バークとか、ピートとか、そういうね、ココヤシのなんか繊維とかそういったものが、入ってます。なので燃えるゴミにも捨てられるっていうね、水はけが良くて水持ちもいいっていうような、ものになります。膨らむ培養土、まあ、土なんですけど土じゃないっていうね、繊維が元のものですね。こういったものを使っていただけるといいと思います。植え付けの時期ですけど、まあ、春秋ですね。一回り大きい鉢に植えていただくっていうのがいいですね。これぐらいだったら、まあ、5号の鉢。5号の鉢植え替えていただいて、年に1回植え替えぐらいな感じかな。半年に一遍かな。ぐらいな感じですかね。これね、これぐらい根っこ張ってたら、6号の鉢でもいいかもしれないです。それぐらいのところに植えていただいても OK です。で、時期としては春秋ですね。気温が20度から25度ぐらいの時期です。なので、25度を超えて暑い時期だと、ちょっとね、日陰に置いとかないといかんですね。で、今撮影してるのは真夏で、真夏に売ってたんですけども、真夏の植え替えはおすすめしません。なんでかっていうと、暑さに、まあ、植え替えって大手術なんですよ、言ってしまえば。それで、まあ、しかも湿度高いし、風通しも悪くて雨がザーザー降ってたりとか、カンカン照りが続いたりとかっていうような、あんまり環境がいい時期ではないので、そういう時期には植え替えはしない方がいいです。なので、夏場に見かけてもちょっとこれはスルーしていただいて、秋にしっかりと買っていただくっていうのがベストですね。で、水やりなんですけども、基本は表土が乾いたらたっぷりです。結構ね、これ水好きなんですよ。なのでしっかり乾くまで待ってると水枯れしてっちゃうんですね。で、水枯れするとね、株元の見ていただくと分かると思うんですけど、株元の葉っぱがどんどんね、黄色くなってきます。これもね、いくつかちょっと黄色くなっているので、若干ね、水が足らなかったかなっていう印象ですね。まあ、売店さんで買うとき、ホームセンターさんとか花屋さんで買うときは、株元もね、よく見ていただけるといいと思います。あんまり蒸れてないもの、蒸れてるというか、あの水枯れして、どうしても黄色くなってたりとかっていうものがあるので、そういったものは避けていただけたらなっていうふうに思います。で、植え付けるときの肥料なんですけど、これは、まあ、元肥入れていただいた後に追肥、そして液肥っていうような、もうゴールデンコンビなんですけども、植え付ける際はこちら、プロが使う基本肥料、こちらですね。これを、ティースプーン1杯でいいです。1杯を、鉢の下に土敷くじゃないですか。そこに入れていただいて、ワシャワシャワシャと混ぜていただいて、ポットから外したものをシュッと入れて、で、こう持ち上げながらね、こう持ち上げながら脇にこう土を埋めていきますよね。で、元肥入りとかってよくね、培養土とかに書いてあるんですけど、そこの元肥だけだと足らないので、さらに元肥を追加するっていうイメージです。で、日陰で2週間養生、もしくは、東向きの場所で2週間養生したらば、次に追肥ですね。追肥もティースプーン1杯、こちら入れていただくっていう感じです。で、肥料をね、追肥を与える時期っていうのは、春から夏の間に与えていくっていうのは基本的な追肥のやり方、ブライダルベッドね。なので、まあ、3月下旬とか4月に1回与えると8月まで持ちます。これ4ヶ月持つんで、4、5、6、7月いっぱいまで持ちますね。そしたら8月いっぱいじゃないですね。7月まで。で、8月にもう1回与えると、8、9、10、11まで持ちますから、しっかりと年2回与えるだけで持っちゃいます。大丈夫です。で、追肥をした上にですね、花を咲かせたいので、こちら。サキマックス、サキマックス、こちらです。これね、リン酸分が異常に多い肥料なんですけど、まあプロ用のものです。プロ仕様のものなんですけど、こちらをですね、1000倍に薄めていただいて、10日に1遍とか1週間に1遍とか与えていきます。水やりの代わりに。そうすると、
鼻目がねガンガン上がってきますね。あったかくなって、まあ、気温が22度ぐらいを超えてきて、このサキマックスを与え始めると何が起きるかというと、与え始めて2週間ぐらいで鼻目らしきものが上がってきて約1ヶ月で咲いてくるという感じですかね。そんなイメージで、ずっと、まあ、夏中与えていくっていうのがイメージですね。で夏はですねやっぱりね西日当たらない東向きの場所に置いといていただければ肥料も水もしっかりとあげれます。ただし南向きとか西日が当たるような場所だと肥料をあげるとちょっとね、ぐったり、具合が悪くなってしまうこともあります。肥料って温度が高いと吸い込みすぎちゃうんですよ。そうすると肥料過多になって葉っぱ黄色くなることがあるんで、それだけちょっと気をつけていただければと思います。なので置き場所によっても肥料の与え方変わってくるので、そこはちょっと注意点ですね。で、植え替えなんですけども、まあ、毎年もしくは2年に1回ぐらいのイメージです。これ5号鉢に植えたら、年に1回やらなきゃいけないけど、6号鉢に植えれば2年に1回でいいかなっていう感じですね。6号の次は8号、8号の次は10号みたいな感じで、まあ2段飛びなイメージの鉢の選び方にすると2年に1回で済みます。ただしこの、このポットのブライダルベルをね大きく育てたいからっていきなり10号の鉢に植えたりすると根腐れして死んじゃうので、それはやめてください。順を追って鉢を大きくしていくっていうことだけは守っていただければと思います。で病害虫ね、病害虫なんですけども、これね炭疽病、病気炭疽病って分かります？炭疽病ってね、今ねあちょっと出てますね。炭疽病、こういうのが炭疽病です。見える？これ葉っぱがね、もうちょっと近づけてみようかな。ちょっとこの葉っぱだけちぎって拡大してみましょう。こちらどうだ、どうだ、いった。これね、これ炭疽病です。葉っぱがなんか茶色くなってくる、端っこの方から茶色くなってる、真ん中から茶色くなったりするのを炭疽病って言います。でこれ炭疽病のウイルスというか、まあ、菌が入ってしまって炭疽病になってしまうので、まあそれね、その菌を避けるような殺菌剤を撒き続けていただければ全然 OK です。あとは虫で言うと貝殻虫とか肌に、これも殺虫剤を撒き続けていただければいいです。で、僕が使っているのはこちらですね。劇の一吹き。こちらです。100% 天然成分です。で、これ、木作液なんですよ。で木作液にニームっていうね、虫除け効果の高い植物の絞りかす。そして酵素。酵素は虫のつき始めに対して虫をやっつけてくれる成分です。でそういったものが入っています。木作液自体は殺菌殺虫成分っていうふうに言われていますね。まあ基本天然のものなので効きますっていうことが言えない。これ薬事法に触れてしまうので言えないんですけども、まあぶっちゃけ、いい感じで、効果が僕は実感しています。で、お庭にね、ワンちゃんとか、あとお孫さんとか、いらっしゃる場合ってなんか農薬撒くの抵抗あるっていう方いらっしゃると思うんですよ。そういった方にはすごくおすすめです。いやもううちはもうギンギンの農薬でいくからっていう方はもう農薬撒いていただければ全然 OK です。はい。でこれに関して言うと毎日はシュ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  やっていただいても全然 OK ですし、まあ週に1回僕だったらもうもったいないんで週に1回 2,3 倍に薄めて与えてます。はい。で、作り置き作った場合は、まあ、2週間以内に使っていただけたらいいかなっていう感じですね。特に夏場。夏場は、これ、傷みやすいんで、水が入っちゃうとね、水が腐るんですよね。水が腐るものですから。はい。なので、まあ、使う分だけ、もしくは2週間以内には使い切っていただきたいなっていうふうに思います。で、使う分だけ、作っていただいても全然 OK ですね。であとね、これで、まあ、炭疽病は避けれます。で貝殻虫、肌にも避けれるんですけど、どうしても貝殻虫、肌にがついちゃったっていう場合にはこれですね、イモコロ、ピンボケ、ピンボケ、イモコロ、あ、ピンボケだな、この辺だな、イモコロ、イモコロです。これですね、パパイヤの酵素 100% 天然性感じで、出来上がっているんですけど、まあ、酵素ってさっきも説明した通り、肌につけたりするとピリッとしたりするんですよ。で、これ、酵素ってお肉とかにつけるとお肉柔らかくなるじゃないですか。で、パパイヤ、青パパイヤとお肉を一緒に炒めたりする料理ありますよね。あれお肉を柔らかくするためなんですね。はい。なので、酢豚に入っているパイナップルってそういう意味合いがあるんですよ。パイナップルの酵素を使って肉を柔らかくするっていう意味合いがあります。なので、このパパイヤの酵素を使って、繊維を、溶かしていくっていうことができますよね。なので虫に対しても同じようなことができるということで、虫を溶かすわけじゃないですけども、まあ、呼吸を止めてしまうっていうねことを狙って作った商品です。
それができるかできないかっていうのは、まあ、使っていただければわかるかと思うんですけども、基本、ハダニとか貝殻虫ついた場合には、1000倍に薄めていただいて、シュッ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 とかけていただく。で、毎日かけ続けていただく。薬じゃないんで毎日使えるんですよ。サプリと一緒ですね。薬じゃないんで毎回使っていただいて OK です。で、1週間ぐらいで大体いなくなってくれるっていう感じですかね。そんな風に使っていただければいいと思います。で、最後、冬越しのお話なんですけども、冬越しね、まあ、軒下なんかで0度を下回らなければ OK です。で、冬越し前に切り戻す方もいらっしゃったりとか、いろいろあるんですけども、これね、僕の場合はもうこのまんま軒下に置いてます。鉢に植えたら、軒下に置いて、で、放射冷却で、死んでしまったら、もうそれはもうしょうがないって諦めちゃってるんですけど、まあ、それでもね、どうしても放射冷却でも守りたいって大事にされる方いらっしゃるじゃないですか。そういった方はホームセンターさんなんかで、寒冷紗、もしくは100円ショップで、不織布っていうのを買ってきてください。でそれを夜だけかけてあげる。そうすると、夜だけかけてあげると、放射冷却とかバーンってあったとしても、そんなに上部が痛まなくて済みますんで、やっていただければと思います。あとね、冬場の水やりがちょっとね、コツがいるんですけども、通常は、表土が乾いたらたっぷり鉢底から流れるまでっていうのは基本じゃないですか。でも冬場にそれやってしまうと、鉢の中が凍ってしまったりするんですね。なので、冬場の水やりは昼間、暖かい時間帯に、鉢の土が完全に乾いてから、ひたひたになるまで与えていく。下から漏れない程度です。でも、鉢の中の土が完全に湿るっていうぐらいですかね。そんな感じでやっていただけるといいと思います。あとね、植え替えのちょっと補足なんですけども、根詰まりしたら植え替えるっていうイメージで全然大丈夫です。毎年一回必ずってわけじゃないです。例えば水をあげすぎていて根腐れ気味だったら毎年植え替えたら死んでっちゃうんで、そこは根詰まりしてたら植え替えっていう感じですね。で根詰まりのサインっていうのは伸びが悪くなってくるんで、この、どん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 茂っていったのになんか途中で生育悪くなったぞって言ったら根詰まりです。で根詰まりしてたらやっぱりまた根っこ切っていただいて剥がしていただいて二回り大きい鉢に植え替えるみたいなイメージでやっていただければと思います。ここまでのお話の中で分かりづらかった点とか分からなかった点、深掘りしたい点などありましたらば、LINE で僕の方に直接ね、メッセージを送ってください。手が空いた時に答えます。登録簡単。概要欄のところにリンクが貼ってありますので、そちらポチッと押していただいて登録完了です。ぜひ試してみてください。あとね、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったっていうことであれば、ぜひ高評価のグッドマークとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ブライダルベール、本当にこの葉っぱの裏の紫と、表面の緑のコントラストが本当に綺麗なんで、ぜひ楽しんじゃってください。